このままずっと追いかけられててもどうしようもない。機会を見つけて彼らと話し合わないと。デイジー本気で言ってる？シンジケートに来て短いわけでもないし、マフィアがどんな奴らか分かってるでしょ。マフィアだからといって全く話が通じないわけじゃない。せめてボスの息子がどういうことなのか、そこだけははっきりさせないと。そういえば交渉についてはよくわかってる。ある、映画の中の人はすごくかっこいい服を着て真っ暗な部屋の中にいてとっても怖そうだった。ある、普通の人ならお前の雰囲気にビビって喧嘩する勇気もなくす。ある、そしたらお前の言いなりになるんじゃないかな。確かに一理あるね、デイジー。本気で言ってる？もしかしてビビってるの？わかった、演じてみる。ボナサーラ、ボナサーラ、どうしてそんなにも失礼なんだ。あの男は何をした？奴が誰か教えてくれ。俺は、これは脅しではなく忠告だ、ボナサーラ。答えを聞かせろ。嫌とは言わせない。嫌とは言わせない。こいつは何言って。やっぱり無理？デイジーに演技の才能はなさそうね。ほら、私はすぐにこなせてたじゃん。私に演技力があれば最初からニューシティを逃げ出してない。デイジー姉さんは本当に演技に向いてないみたいだな。誰でもラファーのように才能に恵まれてるわけじゃない。あるか。そろそろ行こうか。ここはきっとすぐに見つかっちゃうね。すべてはあのなんとかっていうボスの息子のせいだ。はあ？彼がいなければ私がこんなに恥をかくことはなかったのに。絶対あいつを見つけ出して、そして。何の音？誰かいる？出てきて。殺さないで。救済を与える。うん、ついてこれるように。あー、目が。言っておくけど、医者の指示に従わない人間は助けないわよ。
縄の印を手に入れたいのか。安心してください。恐怖に向き合うのじゃ。もう逃げられないわよ。苦しまなくていい。これで